かねちゃんがさ、クレアとエレノベラちゃんです。かなちゃんでようこそ。で、最近メールが来て、なんかメキシコ料理のおすすめは何ですかとか、メキシコ料理の動画を作ってくださいとかってメールがなかなか、ちょこちょこ来てますから、私の一番好きな料理を作っていきたいと思います。ちなみにこの料理をメキシコで作ったら、あのコストというかイクラを使うのはただの300円です。さあ、日本でやったらいくらを使うでしょうかっていう動画をやっていきたいと思います。じゃあスーパーに着きました。さあ、これ着きました。じゃあ材料を集めていきたいと思います。じゃあニンニク、中央からか、これか、これかな。で、128円、玉ねぎ3430円、サワークリーム289円、牛乳ですね、牛乳300円。材料はこんな感じです。サワークリーム、牛乳、チーズ、ニンニク、カッテージチーズ、トルティーヤ、玉ねぎ、パクチー、そしてドガラシ。これは簡単に手に入れない。トマティーヨス、グリーントマト。これはどこから、メキシコ。見る見る、ここはどこか、ここメキシコって。そう、これめちゃめちゃ難しい。手に入るのはね、めちゃ難しい。で、これ高っ、高い。これ700円だった。これだけ700円です。まあ最後に、まあこれ私も作ってたけど、胸肉、あの玉ねぎとニンニクを入れて、まあ茹でるっていうか、茹でる、うん。まあメキシコでね、300円で作れる食べ物はいくらでしょう。日本でね、日本でいろんな材料を買ったり、いくらになりますでしょうか。まあ、じゃあ動画の最後に言う、作るのはエンチラダスベルデス。エンチラダスベルデス、めっちゃ有名なメキシコ料理です。私ね、結構好きです。本当におすすめ。まあもちろん全く同じ材料は日本にはないけど、それに近いなものを使っていきたいと思います。例えばこのトルティーヤ、これフラワーなんですけど、本当はフラワーじゃなくてトウモロコシのトルティーヤを使う。普通ね、まあ煮てるから大丈夫。ミキサーに玉ねぎ、チリ、ニンニク、あとグリーントマトも入れる。グリーントマトはね、みんな多分知らないと思うけど、グリーントマト紹介です。これはグリーントマトです。これあの普通のトマトと全然違うものなんです。若い赤トマトとかじゃなくて、まあ、全然違うものなんです。もう一個、パクチーも入れます。このぐらいを入れます。パクチーね。で、最後に入れるのは、まあ、なんかチキンで茹でた水、なんていうのこれ、チキンスープみたいな。あと少しだけ塩で、じゃあミキサーします。ミキサー終わりましたね。こんな感じです。辛っ。あー、でもめっちゃいいね、めっちゃいい匂いがする。これね、いいね。チキンはね、もう出来上がってるから、その後こうします。なんか日本ではもも肉が一番あれ人気だと思う。オイル、うん。そしたらなんかミクサーにあるやつを入れます。こんな感じか。いいね、いいね、いい感じ。まあ、じゃあこれトルティーヤ、まあ、袋から出します。で、ここに入れる。こんな感じで出して、お皿に入れて、まあ、人によるだけど、普通の一人分のはこのトルティーヤは3個から
ボコ。で、ここにチキンを入れますよ。チキン、イエーイ。入れて、こんな感じ。こんな感じで、最後に上にもっとソースを入れて、ソースを乗せる。うわー、いい匂い、めちゃめちゃいい匂い。これはさっきのサワークリームと牛乳を混ぜてこんな感じになります。そしたらこれを上に乗せる。これはまたパクチー、もうちょっとちっちゃく切ったパクチー。まあこれは人によっても違うよね。好きな人がいるし好きじゃない人もいるけど、私はパクチーが大好き。その上にチーズ、これはカテージチーズね。こんな感じです。イエーイ。これはエンチラダスベルです。これを食べます。いただきます。まあ、これエンチラダスベルです。あ、で、まあ、このエンチラダスベルです。この同じもの、まあ、メキシコで例えば300の、例えばじゃない、300円です。日本円で言うと300円、たった300円だけど、ちなみに普通に日本に生活したらメキシコ料理を作りたい場合はこのエンチラダスベルだと3,500円です。これは3,500円です。なんか、あー、まあ牛からいいや、大丈夫。でも高い、3,500円。普通に300円で食べれるのに。うん、美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。上にアボカドを乗せるともっともっと美味しいけど、今日はいろんな酸っぱいだけど、アボカドは全然なくてもしょうがない。企画動画のおすすめとかあれば、まあ、全然あの DM で送ってください。もしね、なんかアイディアとかあれば、あのこんな感じのベラちゃん、なんかメキシコ料理を作ってとか、あのメキシコの文化を教えてとか、スペイン語を教えてとかあれば、もうぜひコメントとかで、まあ、DM とかで、もうぜひぜひ言ってください。もう言ってくれれば、なんかいろんな動画作れる。ということで、これ皆さんおすすめです。もしメキシコ料理のレストラン行けば、マンチラガスベルデスを頼んでみて、めっちゃ美味しいと思います。 OK かな。まあ、ということで皆さん、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴス。